そうそうそう。選ばれるステージは一体どこになるのやら。勝者側2回戦で守りきりジャンが呼ばれておりますね。さあ今のところ立ち上がりは誰かな。マンガリッツァイズマンガリッツァ勝ち、チルチルクルトはチルチル勝ち。はい、始まったので読んでいきます。さあ勝者側1回戦、配信では2試合目ですね。6速さあ6さん魔女できましたね、うん、最近行われたフロストバイトでは確か1位が戻った、1位から下のほとんど、あーっとこれは持っていかれそうだったが危なかった、まあ、ほとんど魔女みたいな感じになってましたね。そんな最近の大会もありましたけど、ね、カードはロボットビオネスか。序盤はちょっと一瞬危なげなかったですけども、今のところは特に怖いところですよね、まあ、怖いところないって言ってもすぐ何かが起きるキャラではあるんでね何とも言えないですけども、ダメージレースっていうかお互い殴り合ってこう稼いで稼いでシーソーゲームみたいな感じではないっていうことですね。どういう意味かというとザクザクザク先ほどから拾っていって上 B 挟んで横 B 様子見て落ちていった。さあちょっと事故がありましたけども、横 B 横 B ジャック先ほから上 N 上先ほ拾って上 B 上見せていく。さあ1つ撃墜されてしまったけども、まあ、2回ねぐるぐる回ったらあーっと撃墜言うてる間に言うてる間に、を出して元ほぼ振り出しに戻った状態ではありますけども、ザク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 出し切って、さあ台のところをすかさず攻める6秒、あーここで当たったら怖いんじゃないか、危ない危ない、なんとか返ってくる。さあ今日から横 B 上 B まだまだ空中後ろバレットクライマックスいく、空中 N 振りまして、さあ今日拾ったところ空中 N いくよ、空中後ろ、さあ駒を取ってキャッチ、駒当てて上強から上までつながっていく、上スマするんかなってちょっと思っちゃったんですけど、まだまだそのパーセンテージではなかったです。 130% ちょっとロボットソプモ側厳しい状況か。さあもうちょっとパーセンテージ稼げばあれですね、決まりのコンボも入るぐらいになるんじゃないでしょうかというところではございますけど、横 B 134% 対 60% 空中後ろ、よく上スマ見せていく、ちょっと遅かったですね。さあ様子見て、ここで上スマで撃墜見てましたね。さあ1戦目制していったのはそこ、さあさあドクさん1ストーム目結構事故がありましたけども、それを巻き返してはいったんですが、最後の最後でやはり強いところに出ましたね、ソフモさんの QB ダイブ懐かしいですね。今はどこへ行かれたのやら。さあ選ばれるステージ2戦目、ドクさんが選ぶ側ですね。スワムラすごいですね、人気ですね。ギャラリーは配信台の隣で、おい、おー、一体何の試合が始まってるのやら。さあ、ちょっとこっちの方の実況はできないので、これを進行していきたいところなんですけども。エザービーム、先を下げよう、先を。あーどうとファンサービスかファンサービスって何ちょっと落ちそうやろみたいに見せて、あーザクザク入って見て、あーとこれ
ずらしがうまい、目線がうまかった、ずらしがうまかったのかな、横の右の方にずれていきましたね。だいたい左の方に飛んでいくイメージが強かったんですけども、速攻さんかなり深く上のコンボが入る 64%。 ここまでの展開はパーダメージベース的に見れば五分、先を借り取って、さあここでメテを決めていく、撃墜鮮やかですね。あとここでしかし撃墜あらまあ、言うてる間ですね本当にさっきのところどころは高校で凄まじかったですねみたいな言おうとした瞬間にもうそれを言わせんばかりにもうビヨネッタが特殊コンボ決めていきましたね。さあ本当に何が起こるかわからん状況ではありますね。お子さんもね、フラッシュをしてたんですけども、やはりああいうところで対応してするのはかなり難しかったんですけどね、ちょっと今も危なかったんですけども、ね、下強から拾って、グーエ、横 B、グーエ、あ、ちょっと上 B で撃墜、なんか、いつでもやばいから、大変ですね。はい、ということで毒さんが1本取り返していきました。一時の状況ですね。普通のコンボかなって思ったらもう最後までつなげるっていうあれ終わったみたいな感じになりましたね。Thank you, thank you, ジュディ。さあジュディさんがねコメントでも配信外の試合を報告しておりますね。マサザワマサさんが 2-0 で勝ちと。泣いても笑っても3本目。さあこのマレットクライマックスがロボット側きついんですよね。まずは駒を出して駒を取られる、駒を取られた後はもう危ないですよね。上見上見ジャクジャク、しゃがんで、さあコーンを取って指で横に空中への攻撃 75% 発生できました。さあウィスタースマッシュを見せていく、指ではとがめられる、コマを取って苦した決めていくメテオ、今日かなり見せます、見せますね。なんで隕石のような口へんのね、口へんの、コマを置いてウェビコマを取って、あこれも怖いぞ、空中上攻撃で撃墜、もう分からんなこれロボット特有のね嫌いのところですね。ビームを使う時間を作る上攻撃、さあもう怖いバージョンさ、今の刺激当たっていたら撃墜といったところでですね。上だと上ビームかけてビーム着コマで投げていく、下投げからの、さあ様子見怖いぞ、下投げからのクエでギリギリディフェンが上がった、ずらすアタケンが上がった、上攻撃、さあここが毒さんのターンだ、怖いぞ、撃墜持っていった、勝ったのは毒ベヨネッタ、恐ろしいですね本当にありがとうございます。さあ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 、実況はオニアがやっております。こんにちは。やっぱすごいですね、なんか僕
見てる分にもこう、あ、これただのコンボかみたいな感じで見とったら、あれ、そこまで持っていくんですかみたいな感じですよね、見てる時、うん、あ、もう流れでみたいな。セルシア対辻お願いで、あ、僕もねちょっとリクエストをしたいんですけども、その配信のところを決めているところとの距離が遠いので、いかんせんこう連絡が取りづらいんです。近かったらどんどん、あ、見てる人が今